ギルフォード軍庁舎の戦いは、アメリカ独立戦争中の1781年3月15日に、ノースカロライナの現在のグリーンズボロで、ナサニエルグリーン将軍式の大陸軍と、チャールズ・コーンウォリス将軍式のイギリス軍の間で、戦われた戦闘である。この戦闘に投入された両軍の戦力は、それほど多くはないが、独立戦争の中でも、 決定的に重要な戦闘の一つと考えられている。この戦闘の前はイギリス軍が応答派の助けもあってジョージアとサウスカロライナを抑えノースカロライナも掴んでしまいそうに見えていた。この戦闘の結果としてグリーンはサウスカロライナに入りコーンボリスはバージニアを侵略する道を選んだ。その結果、グリーンはイギリスが支配していた南部を再度大陸軍の支配下に戻し、 コーンウォリスはヨークタウンの戦いと降伏に向かっていった。カウペンスの戦いの後、コーンウォリスはグリーンの軍隊を壊滅させることを目標に置いた。しかし、カウペンスの戦いで低不評体の多くを失い補給が止まっていたので、追跡できるほど融通の効く軍隊を持っていなかった。コーンウォリスはグリーンを段側に追ったが、グリーンは 水で溢れる川を横切りバージニアの安全地帯に逃げてしまった。コーンウォリスはヒルズボロに宿営し、物資を挑発して、ノースカロライナでも応答派を徴兵しようと試みた。しかし兵士がそろそろミスボらしくなっていたこともあり、またパイルの虐殺の影響もあって、応答派は集まらなかった。百八十一年三月十四日、ディープ川の分岐点で宿営していたコーンウォリスは、 大陸軍のリチャード・バトラー将軍が攻撃に向かってくるという知らせを受けた。バトラーの部隊はノースカロライナ民兵であり、これにバージニアからの援軍が加わっていた。バージニア軍は民兵と終連隊に18ヶ月の若年兵、さらにメリーランドの新兵を加え総勢3000名であった。これらの部隊がグリーンの配下に加わり、9000から1万名に膨れ上がっていた。 その夜の新たな知らせでは、大陸軍は約12マイル先のギルフォード軍庁舎付近にいるとのことだった。コーンボリスは手勢が1900名しかいないにも、かかわらず、戦闘を仕掛けることにした。コーンボリスは、ハミルトン中佐に、市長隊と100名の不評、20名の騎兵を預け、ディープ川を下ったベルズミルに向かわせた。一方、グリーンは、援軍の到着を受けて、今一度ダンを渡り、 コーンボリスと対戦することにした。翌3月15日、両軍はギルフォード軍庁舎で会した。ギルフォード軍庁舎の戦い戦場地図、前衛部隊同士が、クエーカー教団のニューガーデン集会所近くで、遭遇した。ギルフォード軍庁舎からは4マイルのところで、バナスタータールトン中佐の竜騎兵が、ライトホース、ハリーリー中佐のリー竜騎兵連隊と交戦した。 イギリス軍の第23不評連隊が援軍を送ったので、リー隊は撤退しグリーンの本隊に戻った。コーンボリスは、グリーン隊が庁舎から約1.5マイルの下り坂に部隊を配置していることが分かった。イギリス軍の前面には農園があり、中の道を挟んで両側に大きく農地が広がり、左手は200ヤードほどの林に仕切られて、さらに2つの農園が見えた。 右手の農地の向こうは、林が数マイル伸びていた。最初の農地の向こう側は、柵で囲まれた奥行き1マイルの森であり、その中の道を抜けると、庁舎前の広い空き地が広がっていた。森の手前の縁に沿って、大陸軍の第一線防御陣が6ポンド大砲を、道の両側に据えて、防壁となっていた。グリーンは防御陣を3列にした。第1列は、 ノースカロライナ民兵であり、その後方の左右両翼にライフル狙撃兵を排して前進するイギリス軍を狙い撃たせるようにした。第2列にはバージニア民兵を置いた。クリーンの正規兵が最終列になった。この列の中央には6ポンド砲2門が据えられた。第3列の最強部隊にはバージニア連隊の他に第1デラウェア連隊と第1、第5メリーランド連隊が 互いに400ヤードの間隔を置き、道の西側に角度をつけて配置された。一見、カウペンスでダニエルモーガンが採用して成功した配置によく似ているが、列と列の間が数百ヤード離れており、互いに支援することはできなかった。道路の東側はほとんど開けていたので、コーンボリスは西側を攻撃することを選び、午後1時半に第1列の大砲の据えてある場所に、 自軍の大砲の集中砲火を浴びせ、兵士を前進させた。柵の手前150ヤードまで来た時、大陸軍の長射程の銃は、イギリス軍のマスケット銃より射程が長かったので、一斉射撃が行われた。しかし、イギリス兵は前進を続け、マスケット銃の射程まで近づいてから、一斉射撃で反撃した。指揮官、ウェブスター中佐の命令で、さらに前進を続け、 1> 第1列まで50本ほどのところで停止した。この時のことを第23不評連隊のラム軍曹がノースカロライナ民兵は柵に寄りかかりながら銃で狙い。かなり正確に照準を定めていたと書き残した。ウェブスターに借り立てられてイギリス兵は前進を続けた。道の西側にいたノースカロライナ民兵はマスケット銃を発砲すると取るものもとりあえず振り向いて、 森の中に逃げ込んだ。イギリス兵は第2列のところまで進んだ。ここで激しい抵抗にあったが、ウェブスターは側面を回り込ませて、大陸軍の第3列に向かわせた。森は大変深くて重権は使えなかった。イギリス軍は2つの戦列を抜けるために、かなりの損失を被っていた。第71不評連隊、敵団兵中隊とコールドストリームガーズ連隊が、 中央に向かい、第33不評連隊と第23不評連隊からの発砲に続いて左翼に向かった。右翼には、この F 表第1連隊とドイツ人傭兵隊が D の部隊に向かった。イギリス軍の大砲とタールトンの軽流機兵連隊が道に沿って前進した。中央のコールドストリームガーズは、ソールズベリー道路の左の庁舎の周りの開けたところに出てきていた。 イギリス軍は大陸軍不評の大部隊を前にして即座に攻撃を仕掛け6ポンド砲を捕獲した。続いて大陸軍を森の中に追い込もうとしたがワシントン大佐の竜起兵連隊と第一メリーランド連隊に反撃され捕獲したばかりの大砲を放棄してしまった。イギリス軍の2門の3ポンド砲部隊を指揮していたマクロード中尉が到着し竜起兵に向かって 大砲を撃ち始めた。多くのイギリス兵が同士撃ちで殺される間に大陸軍も戦列を崩され戦場から撤退した。コーンボリスは第71不評連隊と第23不評連隊に騎兵の一部をつけて大陸軍を追わせたが深追いはできなかった。タールトンと残りの竜騎兵は右翼に回ってヘッセンカッセルのボーゼマスケット銃兵連隊と合流し、 ワシントンとの戦いを終わらせた。戦闘中に、コーンボリスは馬を撃たれてしまった。大陸軍のベンジャミン・ウィリアムス大佐は後に、その個人的な勇敢さで勲章を受けた。戦闘はわずか90分間で終わった。イギリス軍は、戦術的に大陸軍を破ったが、事態の4分の1以上を失ってしまった。イギリス軍は5名の主艦と8名の兵卒が、戦死。 24名の士官と389名の兵卒が負傷した。他に6名が行方不明となった。ウェブスターは戦闘中に負傷し、2週間後に死亡した。イギリス軍は数的に勝る敵軍に対し損の慣れた粘り強さで敵陣を取って戦術的な勝利となった。この戦闘を古典的な心象と見たイギリス保育党の指導者で軍事評論家のチャールズ・ジェームズ・フォックスは、 フルタークの有名な言葉、こんな戦いをもう一度やったら、イギリス軍の破滅だと言った。コーン・ボォリスが、副官のブロードリック大尉に託して、イギリスのジョージ・ジャーメイン教に届けた手紙では、次のように言っている。我々の観察したところと、最善の方法で勘定してみたところでは、敵は7000名を超えていたに違いないと思う。私は、敵の損失を正確にはつかめないが、かなりの数量。 200ないし300名の死体が戦場に残されていた。負傷者の多くは逃亡した。我々の偵察が集めた情報では、我々から6マイルないし8マイルの縁の中に入る家には敵軍の負傷兵で溢れていた。捕虜はほとんど取らなかった。コーンボリスはイギリス軍については次のように述べている。この小さな軍隊を構成した士官や兵卒の取った行動や戦いぶりは、 私が言葉で表せないぐらい賞賛に値するものだった。戦闘中の粘り強く大胆な行動、困難な状況にも打ち負けない忍耐、それに600マイル以上行軍していくつかの大河や無数の小川を渡ってきたことによる疲れ、それらの川は世界のどこの国にある大河にも匹敵していただろうし、天候が悪くてもテントや大いもなく、時には食料もなかった。これらのことは、 国王と祖国に対する栄誉と関心の熱烈さを十分に証明してみせた。戦闘の後、イギリス軍は食料や宿泳地がないまま広い森の中に散開した。夜の間に激しい雨が降り出した。負傷者のうち50名は日の出前に死んだ。イギリス軍が撤退する。大陸軍を追っていれば、大陸軍の視聴者隊に遭遇したかもしれない。視聴者隊は、 ソールズベリー道路の西、戦闘前は古い農地であったところに宿営していた。グリーンはキャブデンの二の舞を避けるために損害の少ないうちに部隊を撤退させた。コーンボリスは2000足らずの小さな兵力でのグリーンの追跡をやめ、ヒルズボロに戻ることになった。コーンボリスは王旗を掲げ、住民に対する保護を提案し、その時点では見かけ上ジョージアと二つのカロライナを制覇したように、 見えた。しかし数週間のうちに、コーン・ボリスは、その州の中心部を捨てて、海岸のウィルミントンに行き、徴兵と部隊の再編成を行おうとした。ウィルミントンで、コーン・ボリスは重大な問題に直面した。それに対する決断は、自身の責任において予想外にも7ヶ月後の戦争の終結に導くことになった。コーン・ボリスは、カロライナに泊まる代わりに、 バージニアに進攻することにした。その根拠はバージニアまでを抑えなければ、コーンボリスが制圧してきた南部処方はしっかりと保持できないだろうというものであった。この結論は軍の基準に合わないものとしてヘンリー・クリントンに鋭く批判された。しかも、クリントンの命令にも背くものであった。5月にクリントンはコーンボリスに当てて書き送った。起念の意図するところの可能性について、 考えているのだったら、私は起源を止める努力をすべきだったろう。前にも言ったようにそのような移動は、南部処方における我々の利益にとって危険なものになると思われる。コーンボリスは3ヶ月の間、近くの農園やプランテーションを略奪し、流気兵のために何百頭もの馬を確保した。また700名の不評を気兵に転換した。この略奪の間に、多くの奴隷を解放し、 そのうちの1万2000名を事態に加えた。危険は突然違った方向にやってきた。グリーンはコーンウォリスの後を追って海岸に行くよりも大胆にキャムデンとチャールストンに向かった。これは敵対者を1年前にいたところまで引っ張って行こうという思惑とコーンウォリスが残していったロードン教の部隊を追い出そうという考えによるものだった。グリーンの主な目標であった。 南部諸法の回復は大きな戦闘もなくまた逆襲もなく、その年の終わりには成し遂げられた。戦い、撃たれ、また戦う。これがグリーンの言葉であった。戦場跡はギルフォード軍庁舎国立軍事公演として記念されている。毎年3月15日頃に戦場跡の近くで当時の服装をした人々が独立戦争当時の戦闘を再現する。2000年の映画 パトリオットの終幕の戦闘場面は、アメリカ独立戦争の二つの戦闘、カウペンスの戦いとギルフォード軍庁舎の戦いから、ヒントを得ている。大陸軍は二回ともほぼ同じ戦術を使った。戦闘の名前と勝った方の軍は、カウペンスの戦いから取られた。しかし、戦った戦力と、将軍たちグリーンとコーンウォリスは、ギルフォード軍庁舎の戦いから取られた。 アズノテッドインザブックアナザーサッチビクトリー、バイトーマス・イーベーカー、イースタン・エイコンプレス、1981、ISBN0 から915,992から 06X、ありがとうございます。